はいどうもこんにちは。今スイムトレーニング終わって、これから解説動画の方を始めたいと思います。で今回は前回に引き続き、大きいストローク、そして力強いストロークを書くための、マスターするためのドリルのパート2の方をご紹介したいと思います。これまでに、ストローク、ストロークっていうかキャッチの感覚を養うための、強化するためのドリルとか、ドリルっていうかスカーリングとかドリルとかご紹介したと思うんですけど、今回はちょっとまた変わったキャッチ、水をつかむ感覚を養うためのドリルをご紹介したいと思います。まずこれ一つ目、皆さんこれ見たことあると思うんですけど、テニスボール、フィンとかショートフィンとか、施設によっては使えるプールもあると思うんですけど、基本的に市民プールとかそういう公共のプールだとパドルとかフィンとか、使えないプール、あとパラシュートとか、ゴムチューブとか、あと撮影とかもお求めなんですけど、使用できないやっぱりプール制限限られてくるので、こちらの、テニスボールだったらソフトタイプのパドルとかと、あとウォーキングシューズとかと同じで、おそらくプールの規約には違反しないと思いますので、こちらのまずはテニスボールを使ったドリルの方をご紹介したいと思います。なんでまずはテニスボールを使うのかというと、まずやっぱり普通 のパドルとか装着、大小サイズは変わってくるんですけど、装着するとしっかり水はかけると思います。でもスイムになるとなかなか水をスカスカ、要は泡をかいたりとか水を全然かけないっていう方いらっしゃると思うんですけど、まずはその目的としては最終的に、パドルも何も使わずに、ただのこのスイムの手のひらだけでしっかり水をかけるようにするためのこれドリルです。でまずは感度をまずレベルによってレベル3に合わせて、上げていきます。まずレベル1のテニスボール、テニスボールをレベル4ですね、レベル4、4つに分けて紹介したいと思います。まずはレベル1の段階の、テニスボール、テニスボールって、皆さんやっぱり手の大きさもサイズそれなりに異なると思うんですけど、まずテニスボールを握ってもらってその場でまずは水をかいてみてください。全然かけないと思うんですけど、テニスボールを持って、で僕がこれまでご紹介した手でかくのではなく、こちらの背中の筋肉、大円筋を使ってしっかりストローク、脇を締めるような感じでストロークをまず意識しながらかきます。最初はキャッチアップでも大丈夫です。テニスボールでまずは最初は多分25メートルずつに分けたとしても、1本目2本目あたりは全然水スカスカでかけないと思うんですけど、おそらく2本目あたりから徐々には慣れてきます。であとは意識するポイントとしては、ここの部分で水をかくのではなく、ここの肘までの腕、前腕筋と持ってる状態から前腕筋のこの部分でしっかり水を当ててかくように意識してみてください。それでは次のね、ちょっと段階に入りたいと思います。それでは次レベル2はテニスボールよりさらに感度が良くなります。手をグーにしてストロークかきます。グーにした状態だとテニスボールよりかなり感度の方が上がるので水をかけるようになります。この際も意識するのは大円筋をしっかり使って腕全体で、で脇を締めるような感じで思いっきり腕全体で水をかいて、この際に手を平行にしてしまうとしっかり前に進むのに下に向かって手をかいても意味がないので、しっかり手首を曲げて進行方向と逆の後ろに向かって角度を変えてください。手首を曲げた状態で、この
この状態でしっかり、あとは手をキャッチポジションに向かって、スプリンターの場合はキャッチポジションに向かって手を上からグーのパンチで突っ込むような感じで、横から見るとそんな感じ、上からパンチをショット、パンチ、パンチ。あと意識するポイントとしては、アーチェリーとか弓を引くような感じで、弓ってこういう風に引くじゃないですか、こういう感じでしっかりローリング、ローリングを入れる、体重をかける、体重を前にかけるような感じで、あと弓を引くような感じでローリングしてあげる、肩を前に、入水する瞬間に肩を前に出したの。じゃあ次のレベルに入りたいと思います。はい、じゃあレベル4の、まあ、スイム、手のひらのスイムに向けた、あともう一つあります。今はレベル2の時はグーでやったんですけど、今度は親指を出します。親指を出すことによってしっかり水をかくね、面積が増えるので、その分しっかり水をかくことができます。同じような感じでしっかり眼圧筋を使って腕全体で水をしっかりキャッチしてかく、で弓を引くような感じでローリングして体重をかける、上から手をこう突っ込んであげて、キャッチポジションに手を突っ込むことによって、なんだろう、遠心力を使って体が普通にね、手をかくより効率的に体が前に進むので、しっかり遠心力を使って分回して突っ込むような感じで行います。はい、それでは最後に4つ目、スイム。これは基本的にこれまでと同じで、しっかり手首を進行方向とは逆の向きの、後ろに向かって直角に曲げます。直角に曲げて大円筋を使って脇を締めるような感じで、まっすぐストレートくる、まっすぐ書いて、で上から手首を曲げた状態、手首を曲げるっていうことはすぐテンポ、 50m スプリンターに関してはテンポを上げなければいけないので、すぐねキャッチポイントポジションに手を突っ込んですぐキャッチできるように、最初から手首を曲げて突っ込みます。キャッチポジションに向かって水面から3、40センチあたり下に向かって突っ込みます。で弓を引くような感じでしっかりローリングして肩を前に突っ込んで、まあ、実際にちょっとね、陸上だと分かりづらいっていう方いらっしゃると思うんで、これからちょっと水中に入って解説の方したいと思います。個人差はあるんですけど、はい、まあ、例えで言うならドラゴンボールで言う
して、それでいざ戦闘バトルの時に脱いで、まあ、あれは体が軽くなるとかそういう感じなんですけど、まあ、似たような感じだと思います。しっかり、まあ、テニスボール、まずはテニスボール、そしてグーで親指出して最後スイングにつなげることによってしっかり、ね、水の方をキャッチできるかと思いますので、これぜひ皆さん普段のトレーニング、スイングトレーニングで、あとは大会の朝のウォーミングアップなんかでしっかり泳ぎを作ってから、まあ、レースに挑んでみると、もしかするといつもより結構しっかり水を吐いて入るのを見られるかもしれないかもしれませんので、ぜひ皆さんもしよかったら次取り入れてみてください。じゃあまだ結構ドリルの方は種類ありますので、多重ご紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。